チックやります。ハイスコアモードに連続クリアモードが実装されてないので、不本意ながらオリジナルモードいきます。オリジナルモードは連射モードと中断セーブモードがあるので、ズルしたろって言われそうですけど、仕方ないですね。このゲーム音がすっごいでかいんで、私の声は消されてるかもしれません。で、ボタン配置ですが、私は任天堂のプロコン使用して、通常設定の連射をオフ、ZL とかはパッドを置いて連射しなくちゃいけないんで、誤作動を予防に設定しません。L スティックは生きてます。ということで、シャロンたっぷりですね。Are you ready? Here we go! And the event is... ターボダッシュは交互に正確に押せばゆっくりでもクリアできますね。交互にが重要です。ワールドレコード取っちゃいけませんね、キャラバンの時には。インターセプターは L スティック設定してるともう楽です。次はガチ連射が必要です。パッドを置いて連射です。電車じゃ200キロぐらいが限界なんですけど、30連にすると330キロいきますもんね、ランスピードが。もう今手抜きです。 お約束。これがまずい。これ多分モニター環境によってはクリア不可能ですよね。これ5000点なんか取れるわけないんですけど、一度間違えたらアウトです。電車が必要なので、パッドを置きます。で、これのコツなんですけど、ですね、枚数取らなくちゃいけないんですが、初めから連射をしながら新幹線止めるとですね、枚数なしでもクリアできる時があります。
ルト4000円だと思います。だです、うんです。もう無理これ、モニター遅延してたら多分見てからじゃ間に合わない。自分の中のタイミングを信じなきゃもうやってられんですね。これマックスの角度はなかったですね。クリアでした。次がですね、電車が最後まで続かないんですよ。体力切れ起こして。20個あればいいんでしょ、これ。これはきついですね。最後まで持たない連射が。25秒しかないんだ。やばいかも。もういい。途中で無理ですね。今ちょっと疲れて、次のダッシュやばいかも。舞い上がらはタイミング勝負ですね。電車もだけど、これはちょっと今ちょっと手がきつい。こんなうまくいかんじゃねえ、この絶対難しい。これやばいぜ。うえ、行きそうだったね今の。いった、やった、ギリギリクリア。危ない。いや、相当疲れた。なんとかクリアですね。いや、息切れします。体がポカポカする。こんなクリアできるとは全く思ってませんでしたね。これエルスティックがないと無理ですね。あー、ちょっと運ですね。ヤガラジャンプもやばかった。よし、終わります。さよなら。